Processing system right limit program to lead the right process for start in 1 second.
happened here? The butterfly has lost its wings. The air's too thick to breathe, and there's something in the drinking water. The sun comes up. The sun comes up and you're alone. Your sense of purpose come undone. The traffic tails back to the maze on 101. And the news from the sky is looking better for today. In every single way, but not for you, world citizen. World citizen. And it's not safe. All the yellow birds are sleeping, 'cause the air's not fit for breathing. It's not safe. Why can't we be without beginning, without end? Why can't we be? Like you, smoking a trip to get back to
heads, black falling behind us. Nature might remind us, fair for fair, but we're timeless. Secretly in those eyelids, all for one with one iris.
Thank you.
さて皆様、大変お待たせいたしました。ただいまよりアジアファッションコレクション審査発表及び表彰式を行ってまいります。本日開催されましたアジアファッションコレクションは韓国、台湾、香港、そして日本の若手デザイナーたちがしのぎを削り、各国の代表デザイナーとして2017年2月ニューヨークファッションウィークにてランウェイデビューを目指すコンペティションであると同時に、パルコでのコレクション展示やアジア各国での展示会への参加機会を提供し、デザイナー自身がビジネスチャンスをつかんでいくインキュベーションのプロジェクトでもあります。本日の表彰式では、先ほどランウェイを終えたばかりの国内ブランド10ブランドの中からニューヨークステージに出場するブランドを発表いたします。また審査員賞としてファッション業界を牽引するトップバイヤー、ディレクター、エディターの5名の方々より審査員賞も頂戴しております。こちらを発表してまいります。それでは早速参りましょう。まずはアジアファッションコレクション実行委員会を代表してご挨拶をいただきたいと思います。株式会社パルコストアプランニング部ストアデザイン部担当執行役溝口岳様でございます。アジアファッションコレクション実行委員会パルコ溝口でございます。このプロジェクトはアジアそして日本の若手デザイナーを発掘して世界マーケットに向けてインキュベートしていきたいという目的でスタートをいたしまして、今回は4回目ということになりました。ここまで4回目にわたりましての皆様のご協力大変感謝しております。今日このショーのスタートの際にこちらのスクリーンでこれまでのこのプロジェクトでニューヨークデビューを果たしたデザイナーが今どんな形で活躍しているか紹介をさせていただきました。皆様にお配りしたリーフレットにもその内容は今日は記載してあります。我々実行委員会はこのプロジェクトの持っている意義を改めて再確認しまして、今回第4回目にあたりまして各国アジア各国の提携団体に対してより一層レベルの高いデザイナーを東京に送ってほしいとオファーをしました。加えまして国内においては高校生それから専門学校生問わない卒業生の若手デザイナーも応募してほしいということで枠を広げてまいりました。ただいままで審査昨日の審査に続いて本日のランウェイショーを見ての上での審査をやってまいりまして大変お待たせしましたが、かなり白熱した議論になっておりました。このあとニューヨーク行きのデザイナーが発表になりますが、皆様最大限のエールを送ってあげてください。本日はご来場どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまずは本日ランウェイに出場いただきました韓国、台湾、香港の若手デザイナーの皆様をご紹介いたします。3ブランドは各国での審査で選抜され、ニューヨークランウェイ出場が確定しております。それでは、3ブランドのデザイナーの皆様、どうぞお越しください。まずは韓国代表、ジェスン・チョンさんです。どうぞ。それではどうぞ本日の感想と今後の意気込みをお伝えください。FC에 참가하게되어서매우영광으로생각합니다초대해주셔서감사합니다 FC にご参加できて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして台湾代表セシリア・チャンさんです。どうぞ。それでは本日の感想、今後の意気込み教えてください。お願いいたします。大家好、我是来自台湾的 Cecilia、 然后非常感谢 Parco 跟 Vincent 给我们一个这么棒的 show、 我们很期待明年在纽约的展演。谢谢大家。台湾から参りましたセシリア・チャンです。このような素晴らしいショーを開催してくださいましたパルコさんとバンタンさんに心から感謝しております。来年ニュ
ューヨークのショーをとても楽しみにしております。ありがとうございました。それでは最後になります、香港代表ケビン・ホーさんです。どうぞ。それでは一言お願いいたします。Thank you for having me here. Thank you, Paco and Fanta, for this experience. And it has been a wonderful time here. Thank you. 皆さん、今日ありがとうございました。そして主催さんのパンダ様とパルコ様、ありがとうございました。すごく素晴らしい経験をいただきまして、本当に感謝しております。ありがとうございました。海外よりお越しのデザイナーの皆様、ありがとうございました。大きな拍手をお願いします。さて、それでは続きましては審査員賞の発表を移ってまいりたいと思います。今回はファッション業界のトップバイヤー、ディレクター、エディターの5名の方々より審査員賞をお預かりしております。それでは審査員賞一挙に発表させていただきたいと思います。まずは株式会社三越伊勢丹婦人子ども統括部バイヤー越智信幸様が選ばれたのは RYSH デザイナー山田龍之介さん、ステラファンさんです。おめでとうございます。続きまして株式会社ビームスウメンズ課統括ディレクター久保田雅也様がお選びいただきましたのはイボルブデザイナー菅野光介さん、おめでとうございます。続きまして株式会社東京ベースステュディオスバイングマネージャー熊澤俊也様がお選びいただきましたのはビハインドデザイナー竹内芽衣さん、おめでとうございます。そしてファッションスナップドットコム報道部部長小湊千恵美様が選びましたのはシシデザイナーセシリアチャンさんです。おめでとうございます。そしてもう1名いらっしゃいます。発表します。アースクラッシャー2デザイナー藤木健太郎さん、おめでとうございます。最後になります。 WWD ジャパン編集長代理村上かなで様がお選びいただきましたのはダイリクデザイナーの岡本大陸さんです。おめでとうございます。受賞されました皆さん、おめでとうございます。改めて大きな拍手をお願いいたします。さあ、それではいよいよ本日のメインとなります2017年2月ニューヨークファッションウィークにてランウェイデビューを飾る栄えあるブランドを発表させていただきます。賞状とパネルの授与はアジアファッションコレクション実行委員会を代表した、今回審査いただいた審査員の方々から行わせていただきます。まずは一組目です。それでは発表します。発表いたします。 RYSH デザイナー山田龍之介さん、そしてステラファンさんです。おめでとうございます。さあ、それでは、山田さん、そしてステラファンさん、どうぞこちらにお越しください。大きな拍手をお迎えください。おめでとうございます。それでは賞状を発表させていただきます。グランプリ最優
優秀賞、山田龍之介さん、セラファンさん、お二人は、あなたの作品はアジアファッションコレクション実行委員会を主催するアジアファッションコレクションフォースにおいて当初の成績を収められました。よってその栄誉をたたえご了承します。2016年10月16日アジアファッションコレクション実行委員会、本当におめでとうございます。おめでとうございます。そしてニューヨーク行きのパネルが贈られます。せっかくですから正面の方を向いてパネルが見えるようにしてちょっと記念に1枚撮影をさせていただきたいと思います。さあカメラの方お撮りください。よろしいですか。はい、見事一組目ということでおめでとうございました。それではここで大地様より受賞者と今回の AFC に関してのコメントを頂戴いただきたいと思います。お願いいたします。はい、ありがとうございます。お二人本当におめでとうございます。お二人 の、 そのブランドは、ブランディングとコンセプトが非常にしっかりしていて、それが最後の MD、商品に落とし込まれるまで一気通貫ぶれなかった、そこが素晴らしい、ところだという評価でございます。で、ニューヨーク、4ヶ月後ですね、来年2月、ランウェイショーデビューされますけど、ニューヨークのお客さんもっともっと、厳しい目でご評価をされると思いますので、この4ヶ月の自己検査に、期待をいたします。本当におめでとうございます。ありがとうございました。それでは山田さんからも一言コメント頂戴したいと思います。それではコメントよろしくお願いいたします。ありがとうございます。昨年も参加させていただきまして、で昨年はちょっと残念な結果だったんですが、今年こそはという気持ちで今回頑張って、このような賞をいただけたので、ニューヨークではもっといいような、コレクションを作れるように頑張ります。ありがとうございます。山田さんありがとうございました。それでは皆さん大きな拍手でお送りください。おめでとうございました。それでは山田さんとステラさんもご移動となります。おめでとうございました。さあ、それでは2組目のブランドの発表に移ります。それでは発表いたします。正面を向いていただきまして、せっかくですから記念に1枚撮りたいと思いますので、お二人でお持ちいただいてよろしいですか、パネルを。はい、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 全員が揃って、はい、いいですか。はい、はい、よろしいですか。はい、改めて大きな拍手をお願いします。これよりコメント頂戴したいと思います。久保田様より受賞者、そして AFC 全体に向けて、コメントをお願いいたします。はい、とりあえずおめでとうございます。ダイリックに関しては、すごく非常に分かりやすいプレゼンテーションと、一
本芯を通ったコンセプトみたいなところが非常に一つのブランドとしては成立しているなというふうに感じました。で AFC に関しましては引き続きやっぱりこういった取り組みっていうのは日本を盛り上げるためにも日本のファッションを盛り上げるためにもぜひ続けていっていただきたいなと思ってます。ニューヨークに行っても、頑張ってください。おめでとうございます。ありがとうございました。それでは見事受賞となりました岡本さん、一言お願いいたします。この度は素晴らしいといただき誠にありがとうございました。僕をバンタンの大阪から来て東京の、シーズンなんですけど、ちょっと、いろいろ上京したっていうこともあって、ちょっといろんな、なんか心細かったりもしたんですけど、こうやってショーの時も大阪からまだ2人いるんですけどモデル来てくれたりとか、大阪からも付き合いしている先輩が一緒に手伝っていただいたりとか、いろんな人に支えられてやっとここまで来れたなっていうのがすごく実感できたので、今後もみんなを仲間を大切にして、今後もブランドをやクリエーションを頑張っていきたいと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは改めて大きな拍手をお願いします。おめでとうございました。どうぞご移動ください。それではいよいよ残り一組の発表となります。参りましょう。それでは発表です。デザイナー竹内芽衣さん受賞です。大きな拍手お願いします。それでは竹内さんはこちらにお越しください。見事受賞です。おめでとうございます。さあそれではこれより賞状の授与となります。最優秀賞、竹内芽衣の、最優秀賞、竹内芽衣のあなたの作品はアジアファッションコレクション実行委員会の主催するアジアファッションコレクション、4回目において、当初の成績を収められました。よってその栄誉をたたえ、ご了承します。2016年10月16日アジアファッションコレクション実行委員会、おめでとうございます。おめでとうございます。大きな拍手お願いします。そしてニューヨーク行きのパネルでございます。お受け取りください。おめでとうございます。さあそれではここで、自分の1枚取っていきましょう。ではお二人でパネルを持っていただいて、はい、中央を向いていただけますか。はい、それでは素敵な顔でお写りください。はい、はい、改めて大きな拍手をお願いします。これよりコメントを頂戴したいと思います。まずは熊澤様より受賞者と AFC に対してのコメントをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。この度は本当におめでとうございます。最初に彼女のプレゼンテーションを見たときに、すごい、アイコニックな洋服を作っていて、力強さと、自信をすごく、感じました。一方で、そういう、アイコニックなものを作るというのはある種こう逃げ場がないというか、これでやっていこうという彼女の、自信を、強く感じることもあり、その彼女の、魅力を感じたところに、評価を、したところでございます。そして、これから、このトレンドが変わり、また全く違うトレンドになった際に、彼女が、時代の潮流をつかむのか、もしくは、彼女の、このスタイルを崩さずにやっていくのかというところに期待をして、この度は、彼女に、僕
は、評価させていただきました、大変おめでとうございました。ありがとうございました。それでは最後の一人に選ばれました竹内さん、マイクに向かって今のお気持ちを教えてください。とても素敵な賞をいただいて嬉しいです。とこれこの賞をいただけたのもきっと学校の方とかライブの方もいろんな方が協力してくれたおかげだと思うので、ニューヨーク行くまでにもっといい作品を作っていきたいなと思います。ありがとうございます。大きな拍手をお願いいたします。見事受賞でございます。それでは最後も大きな拍手でどうぞお送りください。おめでとうございました。それではこれより、あと2名の審査員の方からもコメント頂戴したいと思います。小湊様、そして村上様にお願いしたいと思います。まずは小湊様よりコメントいただきたいと思います。お願いいたします。今アジアというキーワードは流れ目がいつもメディアとして、ファッションのニュースを配信している中でも一つのキーワード、重要なキーワードになっています。なぜかというとアジアのファッションウィークあるいはアジアの血の流れているファッションデザイナーが非常に力をつけています。その中でこの AFC というのは非常に意味があることだと思っていて、アジアの各都市をつなげる、あとそういった若い才能の芽を見つけてそれを育てるということは非常に意味のあることだと思っています。で今日この、最終審査会に出ていたデザイナーの皆さん、とても時代性を感じたなというふうに思っていまして、ファッションはやっぱり時代を映し出すものでしたりとか社会を映し出すものなの でその中でも私が審査員賞に選ばせていただいた、2名の、台湾のセシリア・チャンさん、セシリア・チャンさんは環境を第一に考えた服作りをしていて、とても私の女性としても、非常に共感を得てサステナビリティをファッションに取り入れるところに共感しました。あとはアースクラッシャー2の藤木さん、ちょっと先ほど裏でも審査員の皆さんと話していたんですけども、まさに今この今っぽいというか、なぜかというと彼は、大量生産に対してアンチを唱えていて、非常にパーソナル で一つ一つのものづくりも、個々の個を大事にしたものづくりをしたいというふうにおっしゃってました。まだまだこれからのところもあると思いますけれども、これからも挑戦をし続けていってほしいと思います。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。小宮様、ありがとうございました。それでは続きまして、初期から AFC の審査をしてくださっております村上様よりお言葉頂戴したいと思います。お願いします。はい、今日、審査させていただいたデザイナーズブランドなんですけれど、やっぱデザイナーズブランドっていうふうに、語られるからこそ、本当にデザイナーの、パーソナリティとかあと思いというのがすごく重要なんだなっていうふうに、常日頃思っています。その意味で今日、ニューヨークに行くことが決まった3つのブランドは、前回の悔しさを今回にぶつけてみたり、あとは上京した時の不安を、今回のコレクションのシーズンテーマと重ね合わせてみたり、あとは本当にニューヨークに言葉が喋れないながら体当たりで、旅をして、そこで感じたことをコレクションに落とし込んでいたり、すごくその自分の感情というものをきちん とコレクションに落とし込んでいて、デザイナーズブランドたる基準を満たしていたかなというふうに思っています。また小湊さんもおっしゃっていましたが、アースクラッシャー2のすごくその内向的なこうマインドみたいなものに向き合っていたという意味では、今回残念ながらニューヨークには行くことできませんでしたけれども、同じようにデザイナーズブランドたる基準を満たしていたかなというふうに思います。これからもやはり
本当に自分の心と向き合って、それをどういうふうに落とし込んでいったらいいかっていうところを彼らはずっと問われ続けながら、きっとクリエーションを続けていくと思いますので、自分自身に自信を持ちつつ、時には疑問を感じながら、いろんなことを吸収して人間として成長していっていただければなというふうに思っています。今日はありがとうございました。村上様ありがとうございました。それではどうぞ大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。改めまして、本日2月のアジアファッションコレクションニューヨークステージに韓国、台湾、香港、日本から、3ブランド計6ブランドの出場を決定いたしました。そしてここでサプライズを発表いたします。今年度のアジアファッションコレクションニューヨークステージには7ブランド目として世界三大デザインスクールとして有名なパーソンズ大学から参戦が決定いたしました。拍手お願いします。それでは7ブランド目のデザイナーをご紹介いたします。韓国で生まれ、高校はオーストラリアへ進学し、その後ニューヨークパーソンズに入学。2016年5月パーソンズマスターオブファインアート MFA を卒業しましたデザイナー、ガヘイ・リムさんです。彼女はパーソンズの BFA 時代にスカウトされて MFA に進学。先日の MFA の卒業制作の賞でも優秀な成績を収め、今回参加となりました。以上7ブランドが2月のニューヨークステージにてコレクションを発表してまいります。それでは総評といたしまして、アジアファッションコレクション実行委員会を代表しまして、株式会社バンタン代表取締役社長石川様よりお言葉をいただきたいと思います。まずはこのプロジェクトのためにご協力いただきましたすべての関係者の皆様に感謝の意を述べたいと思います。ありがとうございます。裏側ではですね、非常に白熱した審査でですね、この3人を選ぶということでもですね、非常に大変な、けんけんがくがくと意見が交換されました。日本人らしさとか、時代感とか、あるいは日本、ニューヨークの市場で、どういうふうに評価されるかとかいう様々なご意見が出た中で、この3ブランドは選ばれたということです。あくまでもクリエーションだけではなくて、実際に世界の市場でブランドデビューできうる、そこに一番近いブランドとして評価されたのがこの3つのブランドだと思います。今までも相当な苦労を重ね、このニューヨークコレクションへの切符を手に入れた3ブランドだとは思いますが、さらにこれからニューヨークまであと数ヶ月、4ヶ月、5ヶ月あります。さらに進化してもらいたい。進化するということは時代と向き合うということと、さらに自分自身との葛藤の中で自分とも向き合いながらクリエーションを爆発させて体当たりでニューヨークに臨むということにつながると思いますので、ぜひ頑張ってほしいなと思います。我々プロジェクトの責任者といたしましても、ニューヨークコレクションやるということは非常に簡単なことではないですね。我々としても最大のステージになれるように、より多くの世界中のバイヤーに来ていただいたり、世界中の第一線で活躍するメディア、最近ではその SNS を中心とした方々が第一線になりますけれども、より多くの発信力のある方々にこの3ブランドを見ていただき、そしてアジア、韓国、台湾の選ばれたクリエイターの人、そして先ほどありましたパーソンズですね、パーソンズ大学の大学院の中で最も優秀な学生も参戦します。より世界の中でも誇れる賞になれるように一生懸命励んでいきたいと思いますので、今後ともご来場者の皆さん、ご協力お願いしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。